やってきましたプロジェクトカーズ2の時間です。はい、改めましてこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。プロジェクトカーズ2キャリアモードの時間がやってまいりました。さあ、というわけで、キャリアモード、キャリア継続で、前回ですね、前回は私サクサクがポールポジションを取れず3位からのスタート、そして、一応1位で終わったけども、予選とかポイント取られて、一応今 BMW モータースポーツが1位ということになってます。で、今日からはこのルマンのブガッティサーキットでまたレースが始まっていくんですけども、とりあえずメッセージが来てます。ダニエルかシャーロット、どっちかな。おー、両方シャーロット。はい、いい結果だった。これ前回も見たやつだね。前回も見たやつですね。はい、シーズンも折り返しまで来ましたが、君にもチームにももっとポイントが必要だ。頑張っていい結果でこのシーズン終えられるようにしよう。本当そうなんですよ。というのも私ね、一人で頑張ってる状態で、今ね、同期のモチっていう同期入社のさ、同期契約のやつがいるんだけど、そいつがもう全然ポイント取らないわけ。本当にもういい加減にしてほしいそろそろいい加減にしてほしい。本当にマジで、もう一人で1位取ったところで、もし2位とか3位が 2-3 フィニッシュとかされると、特にこの BM モータースポーツとか他のスクーデリアコルセチームとかに 2-3-3-4 みたいな感じでフィニッシュされるとね、絶対抜かれるから、いつかもうやばいんですよ。はい、ということでやっていきましょう。ということで今日は、日にちは違いますけど、今日はね、フランスルマンブガッティサーキットということで、こちらのサーキットに行って、レースをすることになります。488GT3 との付き合いもね、少し長くなっていきましたが、間もなくね、このティア2も終わりになってくるんで、しっかりと頑張って走っていきたいと思います。そしてね、早くチャンピオンシップ取って、スーパーライセンス取って、F1 デビューという形でね、考えておりますんで、よろしくお願いいたします。それでは、フリー走行はもうしません。予選は、しっかり走っていきます。レースも10分、フォーメーションラップオフ、こちらでしっかりと走ってきますんで、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、レース本戦決勝でお会いいたしましょう。さあ、やってきましたラウンド2でございます。ヨーロッパユーロチャンピオンシップ。さあ、というわけで、皆さん見ての通り、私はなんと5位スタート。やっぱりみんなもう早くなってきてるわ。これはまずい。はい、ということで僕の目標では1位から5位の間で、スタートするって、必ずスタートするっていうのが目標だから、今日は目標の最後ってことですね。はい、で相変わらず同期の持ちは全くいないというこの辛さ。はい、ということで今からね、しっかりと走って、また1位2位3位表彰台目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。天気悪いね。それではレッツゴーです。よっしゃ、やっていこう。ちょっと5位スタートっていうのがちょっと久しぶりですね。これはかなり久しぶりですから、どうなるか分かりません。さあ、場所は、あの有名なサルトサーキットの、ショートバージョンと思っていただいて結構です。さあ、こんなちょっとコーナーでのスタートちょっとやめて、うわーうって急にステーリング重くなるから、これよし、 OK。 さあ、こっからですよ。こっからさあ、この前の63番、前も一緒に戦ったのこの 488GT3 を。さあ、よし、やっていこう。さあ、とりあえず順位は5位、そして AF コルスチームが今現在5位、私ですよ。ここからですね、このコース、このコース自体はね、グランツーリスモでも、サルトサーキットからしっかり、走っておりますの。おっと、今危なかった今スリップ、ごめんなさい、スリップした、だいぶね。はい、 OK。 でちなみにグランツーリスモにはこの、なんだ、この、ブガッティサーキットのショートバージョンの方はありませんので、プロジェクトカーズ2ぐらいしか遊べません。はい、そのまま向こう行くとね、あります。お、来た、小雨降る、雨降るぞ、やっぱり雨降る、来た、ちょっと待って、そうすると雨が降ってきたら、ちょっとまたピットに入った方がいいかもしれないから、これをどうするかですね。小雨が降って、小雨ぐらいだったらこのままでいけそうな感じするけど、どうしようかな。これがインラップになるかどうか分かんないね。どうしよう、ちょっと迷うな。ちょっととりあえずちょっと様子を見ようか。コースそんなに長くないから、もうとりあえず次の周回をインラップにしてもいいかもしれない。とりあえずこのまま走るよ、このままね。よし、 OK。 なんやかんや言うともう2位だからね。これ最初に1位から、とてつもなく離さなければ、違う、最初にトップ集団から離されなければとりあえず大丈夫だから、これはちょっとどうしようかな。うわー、ちょっと待って、これどうしようかな。タイヤ交換するか、前回のようにタイヤ交換してどうしよう。まだ今のところ、路面がちゃんとしてるから滑らないから、このままちょっと行こうかなと思います。よし、 OK。 とりあえず前の車がどうするかですよね。前の車が入るか、ピットに入るか。多分ピットに入らない。小雨は降ってきたぐらいでは多分ピットに入らないから、俺もこのまま行きたいと思います。よし、ここイントリーを。 OK。 よし、イントリー、よしよし、 OK。 いい感じ、
これでどうなる、どうなる、ピットにはみんな入るか、おっとっとっと、今横に、真後ろ、真後ろじゃない、真横にいる、オッケーオッケー、とりあえずピットには入らない、みんな誰もピットには入らなかった、よしよしよし、オッケー、よーしいいぞ、これはこのままいけそうじゃないか、路面がウェットに、完全なウェットにならなければ大丈夫だと思われる、てかもう後ろ、おーっとちょっと、おーちょっと待って待って待って、ちょっと待って、おーこんな横にいたのか、あぶね、おいおいちょっと、お前、おいメルセデス、おいちょっとおいおい、今ちょっと今めっちゃ危ないことしてくれたな、今ちょっとマップ見たらちょっと重なり合って、え、ちょっと真横にいんのか、これどこにいんのみたいな感じで思ったけど、まさかこんなところにいたと、うわこれはやばいな、これやっぱりピットに入った方が良かったんじゃないか、これはちょっとまずいぞ、これはどうする、この前のメルセデスがピットに入るかどうかですね、まあ、今のところ走れないことはないし、あの影が映ってるから太陽は出てるんで、もしかしたらやむ可能性もあるけど、とりあえずどうしよう、ちょっと待って待って、これはどうしよう、とりあえず抜き続かれてたな、ここからどうするか、よしよしよし、 OK、 あーちょっとちょっとアンダーになっちゃった、ごめんごめん、よし、おーっとスリップ、あこれはやっぱりピット入った方がいいかもしれないこれやっぱピット入ろう、ピット入ろう、次これインラップインラップインラップします、これはちょっとやばいやばい、これやっぱりダメだダメだ、やっぱり運転できない、これはきついこれはちょっとまずいぞ、これはちょっとやっぱりダメだな、これをおーっと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 、滑る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 、ちょっと待って待って、これちょっと待ってよ、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 これはまずい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 、これはちょっと走れん走れん走れん、よしよし、オッケーオッケー、ほら後ろの車もちょっと詰まってきた、これはちょっと、おーっとっと、あぶねあぶね、あーちょっとちょっとピッピッちょ今ちょっとこれハイドロか、ハイドロ、あーごめんごめんごめん、これちょっと待って待って待って、ちょちょっと待って、これは完全にお前、これは俺スリップしたな、まずいな、これよう飛ばすなみんな、ちょっと待って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 、これはちょっときついぞ、これでは雨止みそうな感じするんだけどね、これこれは雨止みそうな感じするけど、ちょっとコーナーみんな押せば、あーごめんごめんごめん、これごめん、制御不能になってるわ制御不能になってる、これちょっと待って、おい BM BM ちょっと待って待って、これはちょっとまずいぞ、これちょっとごめんピッと入ろう、これはダメダメこれはきついきつい、うわ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 、これちょっと待って待って待ってちょっと待って、おいおいおい、これまあ勘弁、ひどすぎだろこれは、ちょっと何かに当たったらもうダメだからね、これごめんごめん、ちょっとすいません、これピッと入るわ、これはもうサクシマジュニアもうお手上げだな、これはちょっとピットに入るときだけちょっとミスらんようにせんと、あみんなピット入るねやっぱり、あれ入らん、あ BM は突っ込んでいったと、バカじゃねえかあいつ、こんなんでこんなんでよくお前あれだな、ピットイン中ってお前どこ走ってんだ、俺ピットレーンピットレーン、こっちこっちこっちこれはひどすぎだろこれ、よしよし、とれ、おーちょっと待って、何ぶつけられた今、ちょっと待って俺ぶつけられた今、これぶつけられたね、ごめんごめんこれひどすぎだな、今回の動画ちょっとひどすぎだな、これこれはやばいやばい、これはやばい、これはやばい、もうやばいしか言ってないわ、とりあえずみんなピットに入らんね、なんでピットに入らん、よしとりあえずちょっと行こう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 、オッケーオッケー、よしオッケー、とりあえずタイヤ交換、うわこれはすげえな、これはすげえな、ちょっと燃料おい、これひどすぎるな、この 488GT3 ちょっとお前やばいな、レインタイヤに変えるからなんとかなるか、こっからだからね、よしオッケーオッケー、早く、はい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 、ゴー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 、オッケー、おーおー、ちょっと今ラムネヨーグルトが今進路妨害してきたぞ今、よしオッケー、とりあえず順位が17位まで落ちたけど、残り4分半だぞこれ、大丈夫か、これはちょっと大丈夫か、ちょっとこれとりあえず12位にまで回復したけど、ピットレーンで、よし、アウトラップ気をつけろよ、アウトラップだけ気をつけろよ、ここは本当マジで気をつけろよ、よしオッケー、さあ、ちょっと今さりげにちょっと間違えた道ちょっとよしオッケー、さあここからですね、ここからです、よし、OKOK、よしよしよし、とりあえずここから順位をどんどん上げていきましょう、あと2周ぐらいは多分あるはずだから、ここから前の車たちが続々ピットに入れば一気にトップ集団に躍り出ることは可能、それを狙ってるんですけども、ちょっとアウトラップは無理すんなよ、サクシマジュニア、アウトラップは無理すんなよ、よし OKOK、 よしよしよし OK、まあ、走れる、やっぱりアクセルをベタ踏みできる、レインタイヤは OK、さあとりあえずこいつを抜けば多分また順位が上がるから、こいつらを全員抜けばあと4分、よし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 、これやっぱ途中の天候変化ってやっぱ面白いね、これやっぱ頭使うね、 AI も AI で多分いけると思って走るんだろうけど、やっぱりこれはねなかなか難しいよ、これ雨が降り続くとやっぱり路面がもうやばいことになるからね、これで多分こいつあれだね、さっき1走ってたやつじゃない、こいつ多分そうだね、よしよしよし、こっからよこっから、お今の箇所今の部分で滑ったんだわ、さっきあれはえらいことになったな、よしよし、ここもちょっとインから行くよ、もうインから行く、ここはインから行く、よしオッケー、これで順位上がった、上がったね、よしよしよし、とりあえず前の車が全員ピットに入れ、ピットに入ったら俺は1位だ、よし、この BM も多分さっき先頭とか2位とか走ってるやつだから多分 OK だわ、そして今前に結構車詰まってるから、
こいつらが多分ピットに入る可能性がなきにしもあらず、もしピットに入らなかったら俺はボロ負けということになる。ピット入れ、お前らピット、全員ピット入れピット入れ、お前ら、あ、入らんね、お前ら全員やるな、お前や、あ、みんな続々入ってるわ。オッケー、楽勝のスケをこれ完璧完璧、これよ、俺はこれを待ってた。よし、今6位だ。5位は相当多くない。え、てかまだ5位、ちょっと待って待って待って、よし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 、 OKOK、 これ1位、もしかして1位、これもしかして1位、来たんじゃない、来たんじゃない、来たんじゃないやったやったやった、1位になった1位になった。でも横に横にいるのか、後ろ誰かいる、大丈夫大丈夫、今のところ1位1位1位、 OKOK、 残り2分半2分半、よっしゃ、これぞピット戦略よ、またピット戦略が運命を分けたわ、命運を分けたわこれ。よしよし、ここで今のうち逃げ切れ、今のうち逃げ切れ、よしよし、これでもうほぼ表彰台は確定でしょう。表彰台は今2位のやつが後ろついてくる、これが多分あの BM かメルセデスベンツどっちかだわ。でもでも雨の日に強いサクシウマジュニア、雨の中島と言いつつ雨のサクシウマジュニアだから、その辺も多分大丈夫よ。 OKOK、 よし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 、 OKOK、 これでだいぶ差開いた、差開いた、これもうボロ勝ちでしょう。 OKOKOK、 よしよしよし、やっぱピット戦略だな、ピット戦略、これはピット戦略だね。よし、ベストタイム出た、ベストタイム上出来、ありがとうダニエル、いつもありがとうな、お前の的確なアドバイスのおかげだぜベイビー。 OK、 よし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 、 OK、 これも余裕でしょ勝った、これ、こういう勝利が気持ちいいんですよ、こういう勝利が、こういう勝利を待ってた。さあゲリラ豪雨だな、もう雨普通に止んでんじゃねえか、全然雨止んでるわ、完全でゲリラ豪雨だね。こんなフランスの地にもゲリラ豪雨とかあるんだね。あった、今のところ気をつけないとね、あそこは気をつけないと、水が溜まってるから、あそこだけ気をつければ大丈夫、多分次がファイナルラップになるから、もう一回あそこ通るからね、そこだけ気をつければ大丈夫。さあ佐久島ジュニア、いい感じだいい感じだ。さあ途中あのインラップの時の周回はえらいことになってたけど、あのもうあれもう後でリプレイで見たら本当ひどいことになってるけど、もうぶつかりまくってるけど、まあなんとか大丈夫でしょう、最後に勝てばいいんですよ。勝利の女神が私に微笑んでさえくれれば、どんなひどい走りをしてようがもういいですよ、もうもう大丈夫、はい、でも他人に迷惑さえかけてなければね。でも仕方がない、もう AI にもまあ今まで突っ込まれたりとかいろいろあったけど、そういうの全部許してきてるからね僕は、はい。しかしラムネヨーグルト最近ちょっとあれだな、さっきピットアウトするときに横思いっきり横切って、前横切って邪魔してきたぐらいで、最近全く害がない。さあ OK、 最速ラップ更新、ファイナルラップ、ファイナルラップ、佐久島ジュニアファイナルラップ OK、 よし OK、 よし完璧、いいの、これいいぞいいぞ。もうここからはちょっと攻める走りじゃなくて、もう安定した走りでこのままクリアアップを取って1位を目指しましょう。もうそれで終わろう、もう無理はしない無理はしない。そして水たまりでアクセル踏むなよ絶対。よし OK、 もう完全でクリアアップ独走態勢。サクシウムハジュニアすげえな、途中で雨が降った、やっぱり完璧だな、完璧のだなこれよしよしよし OK、 いいぞいい感じだ。サクシウムハジュニアスーパーライセンスまであと少しだ。さあここ気をつけろよ、ここ気をつけろよ、ここ水たまりあるぞ、水たまりあるぞ、ここな、ここな、ここ気をつけろ、よしアクセル踏むな、よし、ここだっけ、違うな、場所違うぞ場所違うぞ、ちょっとよしちょっと待って、よしよし、とりあえず後続の全然来てない、後続が、よし OK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 、 あの2位のやつさえあの大丈夫だったら大丈夫。さあそして私はこの動画で一度も黄色の 488GT3 を見ていないぞ。黄色の 488GT3 といえば私の相棒同期契約の持ちなんですけど、今日一回も見てない気がするが、よしここの水たまり、これここ注意して、アクセル離して OK、よーし、いい感じ、いい感じ。今のところだけね、あそこはスリップ注意。はい。金魚注意報並みに、スリップ注意報だからね、あそこは。よーし、OK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 。これで大丈夫よ。ここもちょっと雨溜まってるからね、水溜まってるから。よし、OKOK。よーし、OK。完璧じゃない、これは。よっしゃ、これはいい。こんなに気持ちよく勝利できたプロジェクトカーズ2は、ちょっと久しぶりじゃないか。佐久島ジュニア、OK。前回はとりあえず優勝だったけど、今日はちょっと予選5位という凄まじいちょっと悪い成績だったけど、これはまさかの途中で雨が降るというハプニングですね。まあ私にとっては全くハプニングではないですけど、さあ OK、 まもなくファイナルコーナーですよ。よし、もうこれ完璧ですよ。よし OK、 カッ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 、完璧よし OK、 あ、ちょっと待って、よし OKOK、 よしよし、皆さん見ましたか、皆さん、佐久島ジュニア完璧の途中で雨が降ったら最高、素晴らしい走りに素晴らしい勝利、見事だったぞ佐久島ジュニア、ありがとうありがとうダニエル、そしてシャーロット、完璧の、おおお、皆さん注目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 、いるいるいる、モチがいる、モチモチやったー、モチやってくれると信じてたぞ、6位頑張ったな、モチ頑張ったな、モチ頑張ってくれた、今めっちゃなでなでしてた、ごめん、はい、ということでやった、よかった、モチありがとうな。じゃあリプレイ見よう。
さあ今ちょっと一瞬ちょっと画面がバグったけど大丈夫か。まあよくあることです。処理落ちでしょう。さあ 488GT3 選手権ユーロチャンピオンシップヨーロッパ選手権第2戦でございます。サクシューマハジュニア選手、今回は予選でちょっとタイムをオーバーしてなんと5位スタートになりました。しかしながらこの第1コーナーで一気に攻めるサクシューマハジュニア選手、お父さんの血を引いております。そしてお父さんはこのサルトサーキットで暴れ回っています。そしてこのブガッティサーキット、少しショートバージョンにはなりますが、この今度息子のサクシューマハジュニア選手がしっかりと地に足をつけて頑張っております。そして現在は3位、 488GT3 だらけですね。これ実際にこんなに488さ、もう 走りまくってたら俺もうよだれダラダラだわこんだけ488ばっかりさ目の前にいたら、もうダメだよ。これもうこんなん笑い止まんないわ。もう不審者扱いされるわ。俺ずっとニヤニヤしてると思う。多分もうニヤニヤして独り言ブツブツ言ってるわ多分ね。そして警察官に怒られると、ちょっとなんか通報入りましたよとか言って、何が悪いんですか、私は車を見て笑ってるだけなんですよみたいなね。で車好きの警察官だったら、あ、わかります、僕もそうですわみたいな感じでね。はい、まあそんなタイミングよくいい警察官であるとはわかりません。はい、ということで今 488GT3 がコーンズのロゴをつけてしっかり走っております。さあ1位のメルセデスをコーナーで抜こうかと思ったけどなかなか抜けない。とりあえず1周目はしっかりとね、見たいと思います。で、あのインラップですよ、あのアウトラップじゃない、あの雨が降ってきた時のインラップが一番ひどかった。あれはね、もうあのリプレイ検証する必要もなく僕が完全に悪いから、もう完全にね、あのこのサルトサーキットのこのブガッティサーキットのタワー3階に行くことになるわ、間違いなく行くよ。俺はタワー3階でも4階でも5階でもどこでも行ってやるわ。よし、 OK、 ここでかわしたよ。ここ、はい、この辺りからね、非常にね面白い展開になったんですよね。マップを見たらこのメルセデスがこのフェラーリとずっとこういう風にね一騎打ちしてて、僕全然ね運転席から見えてなかったんですよ。こいつが全然見えてなくて、あれマップでは僕とメルセデス重なってる、ここあーって、ここでうわーってやっちゃった。ここでね、ここであのまさかの接触路、ここでやられちゃったんですよね。え、横いたのみたいな、やっぱいるよねってか真後ろじゃないの、でもバックミラー全く映ってないし、なんでみたいな感じでちょっとひどいことになっちゃったんですよね。でここでまた1位との差が約1秒開いちゃって、ちょっとやべえなと思ったんだけど、この辺りでダニエルから間もなく小雨が降りそうだって言われて、まあ実際降ってきてるけどね、はい、こんな感じになりました。はい、ここからです。ここからがね、あの僕のちょっともうひどいレースになっちゃってひどかったね、ここはね。すごい接近したら今カメラ、はい、ここは良かったんだけど、ここでだいぶねアンダーになっちゃったんだけど、ここからですよね、もう走れなくなっちゃったんですよね。これがきつくて、いや行けるかなって思ったんだけど、やっぱり路面がかなりのウエット状態になると、やっぱりね 488GT3 はね馬力が上回ってきついわ。もう操縦アンコントローラブルになるからね、この辺とか、ほらもうひどすぎるでしょ。これはもう入れんって言って、やばいって言って、ね、ここだったかな、ここでこれがインラップだったかな、ここでほらもう単独でもうほらこれもうどうしようもなかった、これごめんね、ここほんとごめん、ここ完全に俺仕込んで、後ろに救急車いたっけ、あれ今の後ろ救急車かなこれはねマジでひどかった、もうこれ全然どうしようもなかったもんね、これね。でここでまたあの縁石踏んじゃって、ここでスリップ、あ、ここじゃないか、別の場所で縁石を踏んで乗り上げてそのままスリップしてまた突っ込んでっていうね。でこの辺やっぱりあれだもんね、あの AI も速度だいぶ遅いんですよ、やっぱコーナーの時に。だからそのおかげで僕も順位がそんなに後退しなかったんだけど、あ、ここですね、ここ、あ、ほらここ、はいはいどこ行った一人だけどこ行って、どっから登場してんのお前。いやー、なんかいきなりわけわかんないとこ行くしね。でここですよね、ここでもうこれがインラップになったんですよ。もうここでごめんってピット入るわって言って、これはダメって言ってね、であの BM バカじゃねえって、あのまま行ったよって言って、でここからがまたひどかったんですよ。ここでほらもうカメラ撮ってないわ、ひどすぎて、これ何よどこ走ってんの488で、ここでなんと接触、これもうアホですよこれサクシマジュニア、お前何やってんの、これもう完全に事故だからね、これ本当に放送事故もいいとこだこれね。さあそしてピットに入るわけですよ、後ろベントレーだったんだね、ごめんね本当ね、コンチネンタル GT ね。さあそしてピットに入るわけですよ、ここね、はいはい、でピットクルーは全く映んないけど、まあとりあえず見ていきましょう。はいはい、一応ねピットクルーは一応著作権の関係かな、なんかよくわかんないよくわかんないけど、あ、タイヤ変わった、後ろは変わった形跡ないの、後ろ全然
おお、カタカタ、おお、カタ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 、よしよし、オッケーオッケー。そしてラムネヨーグルトがまもなく邪魔するよ、ここ。ラムネヨーグルトが、はい、邪魔した。ラムネヨーグルト邪魔したね。さあ、そして 488GT3 がピットアウト始まる、あ、ピットアウトしますよ。いい感じじゃないですか。で、ここからはもう、完璧なのレースだったんで、まあ、良かったですね。あ、後ろベントレーが2台続いてるね。すごい、これ同じチーム同士だろうね。さあ、そしてこっから走っていきましょうじゃありませんか。いい音ですね。さあ、そしてここからはダイジェストでご覧ください。さあ、そしてここで私は今現在17位か18位か20位かなんかそれぐらいの順位を実は走っておりますが、ここで、前方のね、前の車両がみんなピットに、続々とピットに入っていってます。それを横目に私は前回の周回でピット入ってたんで、ここでどこ吹く風を、はい、皆さんピットインしてますが、私は華麗に順位を追い抜いて一気にね、このピットとホームストレートで、ここで一気にね、はい、見ましたが、ここで一気に私は2位に上がります。ここで一気に2位に上がって、違うか、1位か、1位だっけ、1位ですね、1位に上がりました。ホームストレートをかっ飛ばしたこの 488GT3、 美しいコーナー、この弧を描くこの美しい、もう何言ってるのか分かんないわ。さあ、そしてもう完全にクリアアップ状態に入った。これでここに来た、あ、やっぱり2位はあのメルセデスだったね。あいつもね、あのピットで一緒になっちゃったもんね。先にピットに入って僕がピットの入り口で事故ったけど、まあ多分ピットアウトが多分遅かったんだろうね、多分ね。で、多分あのレインタイヤに変えたけども、多分コーナーは多分まあ、速度を遅めて低下させて、まあ、コーナー入ってたから、あのすぐに僕に追いつかれちゃったんでしょう。はい、ここからはもうホームステルトというか、もうゴールまではほぼ僕の独断上ワンマンショーになっちゃうんでカットしましょう。さあ、そして、これがいよいよファイナルラップのーコース中盤ですね。間もなく、まあ、チェッカーフラッグを受けるというところになります。いやー、惜しかったね、2位たちが。余裕の観戦だわこれ。さあ、というわけでここでもね、素晴らしく、まあ、走ったわけですが、ここでね、2位との差が約5秒以上空いてたのかな、多分それぐらい空いてましたね。はい、まあでもいい感じで、まあ、いけたんじゃないですか。うん。そしてここで最後の、まもなくファイナルコーナーに入りますが、ここでね、もうこのぐらいになったら路面が乾いてるような感じするけど、どうだろう、路面乾いてるよね、もう乾いてるよね、どう見てもね。まあ本当にゲリラ豪雨でしたね。はい、そしてファイナルラップ、ファイナルコーナー、ちょっとここショートカットになっちゃった。はい、でもここでなんとかゴールイン、サキシューマハ2連覇、サキシューマジュニア2連覇でございます。いやー、かっこいいレースだったな、これは。はい、というわけで私1位サクサク、 AF ポルテチームがなんと1位、そしてついにやってくれましたモチ、本気出してくれた。モチも雨の日強いんじゃない、これ皆さんの応援のおかげです。皆さんが一生懸命モチを応援してくれたから、モチはこの6位という順位を取ることができました。本当に皆さんありがとうございます。いやー、いいですね。あ、チームになっちゃった。はい、ハイライトで私最速ラップね。そしていい感じだ。これで、あれでしょう。あ、とりあえず BMW モータースポーツが表彰台に入ってないわ。オッケーオッケー。ということは、あいつは絶対1位から10位落ちたから、俺が絶対1位になったはず。オッケーオッケー。ドライバー順位も、お、もう6位に入ったぞ。いい感じだ。頑張れよ、もう。よし、そして、AF コルスチームね。はい、33ポイント。オッケーオッケーオッケー。よし、いい感じ。はい、皆さんどうもありがとうございます。ということで、私、サクサク個人成績50ポイント。素晴らしい。これは完璧にもうピット戦略がまた勝利の女神になってくれました。そしてコルセチームも一気に58ポイント。これはね、おそらくっていうか、もうモチが頑張ってくれたおかげです。モチが6位に入ってくれたおかげで、8ポイントか10ポイントぐらい入ったんで、これが大きいですね。これで一気にやっぱりモチもやればできる。さあ、新しいメッセージを見ましょう。おめでとう、やーサク。あ、違う、これダニエルだ。いやーサク、よくやってくれた。データの分析は明日になるが、見た限りではかなり速いラップを記録できたようだな。私のオフィスに来て一緒にレポートに目を通してほしい。通すわ、目一緒に通すわ。ちょっとエンジニア、ちょっとダニエル、ちょっと怖いわその言い方。さあ、というわけで、まあ、シャーロット、私の大好きなマネージャーから何もメールがないというね。普段どうでもいいメールしてくるのに、こういう時におめでとうメールがくれないんだよね。やっぱりツンデレだな。さあ、ということでやってきました。私第2戦終わって、次は第3戦、次はブルノですね。ブルノに次は行くことになりますが、
いやいいね、いい感じだね。あれはこれはいいね。はい、ルーマンブガッティサーキットで開催された GT3 欧州選手権の第2ラウンド、サクサクが華々しい勝利を収めたと。素晴らしいですね。はい、まあ、でも、とりあえず、まあ、BMW モータースポーツにはどんどん落ちてもらってとりあえずこの3位と4位でまた争わせて、この2位と4位で、2位から4位のやつで2位3位4位争いをしてもらって、僕が飛び抜けて1位で合格、あ、合格じゃない、優勝っていう感じで、行きましょうよ。もうそれでいい、もうそれで行きましょう。さあ、ということでこのままどんどん続けていって、早く F1 乗りたいからね、これで頑張っていこう。サクシューマジュニア、ありがとう。いつも夢と希望と感動ありがとう、サクシューマジュニア。そしてモチ、今日の主役は君だ、本当にありがとう、モチ。はい、ということで皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新サクの部屋のサクでした。てか次のブルノグランプリ22時スタートだわ。